いや、あのね、あの亀止めがカメラを止めるならね、300万で作りましたみたいなことを言いますけどね、あの具体的な数字言いませんけど、亀止めまだまだ金のある現場ですよ。そうなんだ。え、私たちはちなみにいくらで撮ったんですか？え、言う？うん。でも一応これは一応会社じゃないもんから出てるお金なんだけど、200やけども200やね、200万でマジでハリウッド映画みたいなの作っちゃったわけですよ。そうだよ。そう、例えばこの今回のストーリーを映画にしようと思ったら、まあ普通に考えたら億かかりますよ。えー、一応あの米印入れておいてください。あのちゃんとキャストスタッフにはお金払ってますからね。そこだけは。でも、うん、人件費でめちゃめちゃなくなるよね、絶対。そうそうそう、なんだけど半分くらいになるんじゃない。なんだけどまあ一つ大きかったのは、会社じゃないもん、会社の組織ができてるから、うん、そこのギャランティーって発生せずにある程度動いてもらえたりだして、私とか松浦さん、そう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 、っていうのは大きかったかなとは思うけど、確かに会社じゃないもののスタッフが手伝ってくれたりすごいしたから、うん、そうそう、人手はすごく助かったかも、助かったかもしれない。でもまあね、だとしてもよ、そうだね、だとしても奥にはなんないからね、そうだね、それ出したってこの内容をやろうとした時にこうやっぱプラン考えないとね、止めどなくお金かかっちゃうじゃん。 だから一番考えたのはとりあえず、まあ、監督も元からそういうつもりやったと思うし、前村さんも多分そういうの結構好きだと思うからいいんだけど、そのなんていうのかな、いい意味でそのバカバカしいってことはある種のこう、いや、なんとか安っぽさって言い方はちょっとあれかもしれない、いい意味でね、が面白さになるっていうのあるじゃない。でも単に安っぽいと単につまらない映画になるから、そこのなんというかバランス、そうそう、キッチュな面白さみたいなのをどこまで追求できるかっていうところで、なんというか金をかければいいってもんじゃないぞっていう、こっちの軸をしっかり持とうっていうのは考えましたね。え、この映画200万で作ったって言ってこいよ。言ってこう。200万で作りました。なんならね、なんならね、ちょっと浮いてます。え、節約家だね。そうなんですよ。すごい、おめでとう。すごい、すごいでしょ。でもこれからちょっともうちょっとかかるってこと、まあ、宣伝、でもそう、宣伝にちょっと足したいなと思って、なんか極力余るなら余ろうってせようと思って、うん、でそれでこう美術とか衣装とかもいわゆるアマゾンのなんか中国製の安いのばっかり買って、うん、なんか安くしました。ありがとう。すごい。そうそうそう、もう基本的にほとんどの必要経費立て替えちゃったの、僕が一回だ自分のお金出しちゃったから、もうそれはもう一回物買ったりはある程度こっちでやるんでみたいな感じにしちゃって、そしたらあの必然的に貯金が減ってくからあの節約しようっていう意識が働くんですよ。そう、体張って、そう、体張りましたよ。けどまあね、すぐちゃんともらいましたけどね。え、最初って何の撮影やったっけ。最初は打ち合わせだった。初めて会ったのは、あ、打ち合わせで私が段ボールの中に、そうやそうや、段ボールの中に入ってた。それで上野くんが来て、こんにちはって言って、うん、今回のプロデュースをやってくれる人ですって紹介されて、同い年って聞いてたから、なんか大人っぽいけどよく喋るなと思って。ああ、よく喋るんです。どう、現場ってもその時は打ち合わせだけじゃないですか、うん、現場はどうでした。現場はすごい映画館にしたいな、あの、なんかすごい気が利く人だったし。ありがとうございます。よく周りが見えて席パック動くから、あ、映画の現場ってこういう人いっぱいいそうって思ったのと、あと同い年なのにすごいなと思いました。なるほど。いや、めっちゃ気持ちよくなってきたな。気持ちいいわ。じゃあこの辺で終わりということで。逆にじゃあダメなとこ教えてくださいよ。ダメなところ、うん、ツイッターの使い方が下手なのと、それだ、あと、うん、あとなんだろう、トークイベントとかで100人いたら2人ぐらい傷つけそうだなっていう発言をするんですよ、うん、あ、100人いたら2人しか傷つかないんだったらよくない。いや、ダメだよ。2人も傷つけて
そうか、まあね、誰かが傷つくことを言っちゃいそうな危なさがあるから、あのちょっと喋る前に一回考えた方がいい。なるほど、確かに前村さんは誰も傷つけないもんね。そういう意味では最近気をつけてます、うん、そっか、そうか。ちょっとなるほどな、なんかちょっとあのゆっくり考えて反省しよう。いや、僕だからそれこそ初めての打ち合わせの時に、あの、前とは机並べて、その、当日のね、スケジュール表とか見ながら、ね、この日どうやって、車の移動どうしてとか、そういうとこから全部なぞってってて、その時にもうずっと段ボールのなんかこう中にこうスポッとはまって、なんかこう、なんかあーってやってる人、やってる人っていうのが、最初のまさしくその印象で、なんか、あのね、なんだろう、もちろんなんというか、お会いする前から、なんというか、まあ知ってて、それでなんというか、まあ台本も読んでて、で、台本とかすぐ言っちゃうのね。まあいいや。そうで、監督からも、まあ前村さんこんな人やで、みたいなことも聞いてたから、分かってたけど、思った以上にくねくねしてる。へぇ、そうなんだ。思った以上にくねくねしてて、うわ、すごい、なんかチンアナゴみたいな。そうそう。でもね、だからくねくねした人で、かつこう、なんていうか、ファンタスティックで、いろんな発想とか、もうなんか本能的にやってる人なのかなと、最初は思ったんだけど、いざやっぱ、その、現場とかで通して見ていくと、あのね、なんだろう、あ、すごい思慮深い人だなと思って。そう。うん。あのね、考えてるとこをね、ごめん、これは、なんやろ、考えてるとこあんまりそういうとシリアスな面を見せたくないのかなとは思うんだけど、うん、結構、あ、そういう周到なプランに基づいて、うん、今の前村さんがあるのかなって僕は思ったから。私考えてた。今キャラ壊しに行ってるよ。作ってないけど。作ってはないからね。そう。でもさ、うん、どこでそれ、私そんな真面目なことしてた？いや、なんか、やっぱり、本当やりたいことやってる人だっていうイメージだったから、もちろん全てがやりたいことなんだと思うんだけど、そのやりたいことを成立させる過程で、うん、映画とかだと、あのそうじゃない、ね、やっぱこうきっちりここは演技しないといけないなとか、うん、やっぱあるじゃない、ある、でそこの過程を割とすっ飛ばしてやりたいことやる人も世の中結構いて、うん、そういう人って結構寒いじゃん、うん、正直なんかいろんなネットとか見てても、うん、でもやっぱりあこう本当になしやりたいことを成し遂げてる人って01のところはすごいファンタスティックなんだけど、1から10を作るときにはすごいなんか真面目に挑んでるんだなっていうのを、かあのすごい勉強になりました。本当、そう、嬉しい、すっごい勉強になった。そうなんだ、うん、結構意外と周りにすごく気を使ってるんだなっていう。真由美田千秋です。結構こう、オフというかこう、回ってない時だと、すごい真顔の人とか多いわけです。ね、わかる。そう。いいでしょ？急に。なんでさ、うん、カメラ回ってる時だけさ、ちゃんとすんだよって思う。そうよ。もう、そんなね。わかるわかる。だってさ、うん、何とは言わないけどさ、カメラ回った後に全員喋らなくなるとかさ、あるからさ。うん、何なのそれは。誰だ、テレビとか。テレビね。そうよね。それでじゃあ、うん、嘘なのみたいな思って。なんか、嘘なのか。でもみんなパフォーマンスとしてやってるんだよね、多分。そう、だから、それは前村さんの一つの、まあ、それに象徴、それは多分、本当の前村さんなんだと、普通の、普通なんだと思うけど、でもなんかそういう現場に対して、こう、にじみ出てるその空気感というか、なんかこう、細やかに結構周りを見てるなっていう印象と、あとは、あれですよ、結構真剣に、ちゃんと、あの、結構真剣にやっちゃってたし、そう、結構真剣にやっちゃってるやんと思って、最初もっとなんか、あれなのかなと思ったんですけど、棒読みみたいな。棒読みなのか、もしくはもう全く逸脱してるのか、と思ってたら、まあまあ真剣にやり、で、まあ、ちょっとね、こう、こういうことを言いたいっていうか、言ってほしいみたいな、オーダーというかね、の時に、結構それがね、情報量多くて、なかなか言えなくてね、その時に、
そんなの覚えらんないよって監督に逆ギレしてたのが印象的。いや、あの日はもうひどかった。まあ、覚えられなくて、いくら読んでも読んでも、なんかもう、一文字も入ってこなくて、役者すげえって思って。そうね、すごいね。だってね、普通にペラ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 ってさ、私だからテレビ見る目が変わったもん、ドラマとかやってて、うわこの人こんな長文やってるよ、絶対これワンカットじゃんみたいな、これ多分こっからここまで撮ったのかなとか、やってくださいっつって、そう、うわーって思う、ね、すごみがすごいよね。もう今回だからもうカット割り編集でブツブツって間に入れて、そう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 、ね、覚えらんなすぎて一言喋って一言喋ってみたいな、そうだから、もうあの出産の時の息遣いぐらいのペースで編集でもうなんとかしてもらってる、あっちこっちそっちどっち大月健二私は千秋天日干しのパンダ君越しの女の子はみんなスイートレイディ、いつからか競い合ってる仕事遊びリアル充実もう終日日向ぼっこだけしていた唯一の達成感、予約できても生まれない安心感、僕はバブバブ赤ちゃんです、何にもできない赤ちゃんです、喜怒哀楽ジェットコースター、修理滅裂ベビーモンスター、あったか本舗もドッペルゲンガも小籠包かも。今が大事っていつも今が大事だけどさ、今が一番大事なんだよ。だからここで今日のステージで一番全部の魂を命を捨てるぐらいの勢いで私は今日ここに来ている。だってそう